はい、こんにちは、ポップです。FX チャンネル、2月19日土曜日。今回は週末スペシャルということで、今週の振り返りと来週のトレードポイントについて解説をしていきます。順番はいつも通りクロス円のベドル円から始めまして、ユーロ円、ポンド円、5ドル円、そしてドルストレートのユーロドル、ポンドドル、5ドルベドルの順番で解説をしていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。 今週1週間の為替相場はウクライナ情勢に上下される展開となりましたこのウクライナ情勢の緊張と緩和これが繰り返されることによりましてクロス円の方は円安円高が交互に繰り返されてあまりテクニカル的な動きがね、えー、見られなかったというのがね特徴でございます、えー、今後もウクライナ情勢によりまして、えー、上下する場面はあろうかと思いますが ただ、それはストップロスをつけて対応するというところで、今後もね、テクニカルを中心にしたトレードポイント、これをね、解説していきますので、順番に見ていきたいと思います。それではね、早速、クロス円のドル円から見ていきましょう。まず、今週1週間のドル円でございますが、冒頭でもお話しした通り、先週の金曜日ですね、ここで大きな下落があったところ、ここですね、ここからの明けのスタートという形になりました。 少しね、トレンドに関しては出づらくなっておりまして、高いところでは115.70ですね。ここで1回、2回、3回。これは過去のレジスタンスラインも引きずっておりますが、ここのところが有効に効いたというところ。そして下方向は115円ですね。ここのところでサポートが入っていたというところでございますが、 週末のところ、一旦ね、割り込む場面があったものの、最終的にはね、115円付近でクローズするという形でございます。この黄緑色のサポートラインね、ご覧いただきますと、過去にもね、115.70。これは、サンソンのね、ヘッドというところで有効に使っていた、こちらはレジスタンスライン。そして、サポートに関しては、115円の下側では、114.80ですね。 これも過去のレジスタンス、サポートがありましたので、一旦ね、今週の木曜日から金曜日にかけてのサポートも効いたというところでございますので、通常のねトレード、これは水平線を引きながら過去のサポートレジスタンス、これもね、一つ参考にしていただく必要があろうかと思います。えー、縮尺の方ね、戻して、月曜日以降のねトレードポイント、解説をしていきたいと思いますが、 えー、ここのところはね、えー、少し115.20と115.70、ここの上値が重いというところもありますし、あと、えー、直近ではね、えー、この下方向114.80、このサポートが効いておりますので、まず月曜日に関しては、この上は115.20、そして下は114.80。 えー、ここのレンジ相場、えー、これをね、えー、この40ピップスぐらいでございますが、このレンジ相場は、えー、無視していただいて、これを抜けたところで、えー、勝負をしていく。具体的には上抜けしてからのサポート、下抜けしてからのレジスタンスを受けたところで、えー、ポジションを取っていくという方向性がよろしいかと思います。よってですね、えー、ちょっと縮尺の方を変えて、下方向もね、えー、見るようにしますと、上方向は115.20、下方向は114.80、 まあ、ここのね、レンジからウクライナ問題がなければスタートするという形でございますが、この、えー、ロングを取るのであれば、115.20、過去のサポートライン、サポートラインですね。こういったところが入ったところが今レジスタンスでございますので、115.20を上抜けてからのサポート、平均足でいきますと、 陰線線から陽になったところここでね、115.70ぐらいまでの上昇が見込める形になろうかと思いますので、まあ、こういったところが出ましたら、ロングを取るというところと、方向に関しては、114.80。これもね、過去にレジスタンスとサポートが入っているところ、直近のね、安値でございますので、ここもですね、一旦抜けてから、反発があった時、反発弱くですね、114.80。ここを超えることができずに線から線、 このような形でね、下落トレンドということで、下方向はね、114.50には主なサポートがございませんので、ちょっと下方向は走るというところを意識していただく。そして、レンジ相場であります、この40ピプスから45ピプス。こういったところはね、無理にトレードをしないというところ、あくまでもレンジ相場を抜けたところですね。上方向の115.25。そして、下方向は114.80。 これを抜けてからのサポート、レジスタンスでロング,ロングとショートを取っていく。このような考え方でよろしいかと思いますので、皆さんの相場感とともに参考にしていただければと思います。はい、以上で、ね、ドル円相場の解説を終わりまして、続きましてユーロ円の解説に入っていきましょう。 ユーロ円の方も、ウクライナ情勢のね、これは当時国というところで大きくね、それに変動させられてしまったというところでございます。少し縮尺の方を変えてみますと、今週の特徴としましては、三角形が2つと三尊が1つあったというところでございます。まずね、三角形のところから行きますと、ここの130.50ですね。こちらで1回と、あと2回受けたというところですね。 そして、あとは三尊ということで、ヘッドショルダー,、えー、ここの部分が、ね、ヘッドショルダーということで、まあ、この三角形につながっていったということで、まあ、130円50銭、ここを破りますと危ないかなというところを、最終的にこの三角形の上抜けのフェイクが入ってから大きく下げてきたということで、少し、ねえー、悪いイメージを持ってユーロ円の方は、えー、終わってしまった。130円50銭の今までの三角形の、えー、底辺ですね。 サポートラインを割り込んでしまったというところがねありますのでちょっとこのあたりはユーロ円は下方向からスタートした方がよろしいかと思います、えー、こういった形でね縮尺の方を戻していただきますと、えー、ユーロの方は先ほどのこの130.50これを割り込んでしまってかつ1時間足ベースでね陽線から陰線という、えー、弱いサイン、えー、これは、えー、戻り売りのサインが出ておりますので、えー、この130.50 これを超えることがなければ弱気目線、ショートでよろしいかと思います。よってですね、えー、多少の反発があっても、この130.50、これを超えることなくですね、要線から陰線に出た,、えー、出たタイミング、平均足の方が要線、陰線になったタイミング、こういったところではしっかりとショートを組んでいく。えー、これによりまして、移動平均線24。 この黄色のラインでございますが、上方向からかぶせていきますので、移動平均線のね、下側で要線因線の条件にも当てはまる。そう考えていきますと、しっかりと130.50を超えなければ、戻り売りというところを意識していただく。130.50を一旦ね、勢いよく超えてしまった場合に関しては、様子見をするというところで、週の初め、月曜日から火曜日にかけては、ここはね、ショート狙い1本に絞り込んでよろしいかと考えております。 でそして、この130.50レジスタンス食らいますと、過去にね、130円、ここでサポートが入っておりますが、この130円抜けますとね、今までのこのね、利上げの観測が出てきました、ラガルド発言。ここのスタートの129.50、ここはね、130円割り込みますと、真空地帯になっておりますので、やはりね、130円、このサポート入る可能性はありますが、抜けた時には、一気にね、50ピップス ここね、スコーンと上がっていきましたので、落ちるときも結構ね、えー、早い場面も、えー、見られるというところでございますので、ここはしっかりと130円、えー、切ったところですね。ここは129.50までストンと落ちる可能性がありますので、やはりショート狙い。反発が強ければ様子見で、弱ければ上から叩く、えー。こういったところをね、意識していただく必要があるユーロ円でございますので、参考にしてください。はい。えー、以上でね、ユーロ円の解説を終わりまして、 続きまして、ポンド円の解説に入っていきましょう。えー、ポンド円の方ね、まず縮尺変えてみますと、大きくね、レンジ相場になりつつあるというところがね、まあ、過去ね、大きく動いていたところがありますが、今週に限っていきますと、この月曜日を除きましてね、156円から157円のレンジ相場という形になっております。 え少しね、えー、円とえポンドの関係は、まあ、こちらね、えー、強かったり弱かったりということで、えー、通貨の強弱グラフを見てもね、ほぼ円と同期しておりましたので、まあ、このようなね、レンジ相場になったというところでございます。えー、ということで、レンジ相場が好きな方、えー、嫌いな方いらっしゃると思いますけど、基本的には、まずはこの上は157円ですね。えー、ちょっとずれてしまいましたが、お絵かきをしていきますと、えー、レジスタンスラインは157円、こちらのところですね。 これがレジスタンスライン。そして、えー、この中央の156.50を挟みながら156円ですね。ここの部分がサポートラインになるということで、まずレンジ相場が好きな方は、えー、この100ピプスとなりますが、上は157円に近づいたところ、平均足が要線から陰線に切り替わったところでショートを取りつつ、 えー、そして、下方向に下がった場合は、156円付近で陰線から陽線に1時間の平均足が転換したところで、えー、ロングを取っていく。えー、この場合、えー、逆張りになりますので、もちろんね、逆差し値ということで、ショートは157円の上側、ロングは156円の下側にストップロスをかけるというところが必須になりますので、 えー、レンジ相場やる方、だいたいね、30ピプスから40ピプスはこの100ピプスの中で狙っていける相場でございますので、逆差し値をつけつつ、しっかりと平均足が転換したところで、えー、ポジションを取っていく。これで、えー、逆張りを、えー、レンジ相場をね、想定してやっていただければと思いますし、あと、えー、レンジ相場が嫌いな方、私も含めてでございますが、これは、えー、この157から156、ここの、えー、レンジ相場は勝負せずにですね、 上方向157円を抜けてからのサポートですね。157円の上側で陰線から要線のサポートを受けた場合。これはね、一旦レンジブレイクという形になりますので、この場合にしっかりとロングを取っていく。下方向も同様に、割り込んでからのレジスタンスが156円の下側で起こった場合、平均足が156円の下側で要線から陰線になった場合ですね。 このような形でしっかりとショートを取っていくというところでね、トレンドを捉えていただく。その場合には移動平均線の方は、各々ね、上方向はサポートが入り、下方向はレジスタンスを受けるという形になりますので、こういったサインではトレンドブレイクという、トレンドが出てきたというところでね、レンジブレイクを狙っていく、どちらかにね、絞っていただきながらトレードをしていただくことを推奨しますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でね、ポンド園の解説を終わりまして、 えー、クロス円の最後は5ドル円で、えー、解説を締めていきます。えー、5ドル円の方もね、えー、少しレンジ相場になってしまいました。週始めのところはね、えー、弱くて81円を逆三尊ということでね、えー、こちら頭の部分と肩の部分が出てきたというところがあります。ちょっとね、印をつけておきますが、えー、こちらの頭と肩ということで逆三尊がね、できておりましたね。 のような形ですね。そして、えー、この82円50銭、えー、ここのネックラインを上回ってからですね、えー、火曜日の途中から、えー、今週の終わりまではですね、レンジ相場ということで、82.50のサポートと、上は83.25ということで、75ピプスのレンジ相場に転換したというところでございます。えー、こちらで、ね、レンジが一段階ね上がったというところでございますが、少しクローズがね、82円50銭付近で終わってしまいましたので、 このレンジ相場といいますか、82.50。ここのサポートラインの上側か下側かでね、トレンドが変わってくるというところでございますので、ぜひこの82.50、ここを意識したトレードにしていただければと思います。ということでね、この82.50、ここの上側か下側かで判断いただければと思いますが、まずね、これ上でサポートが入った場合ですね、この場合は、 83.25直近のこのレジスタンスラインですね。週をまたいででございますが入っておりますので、82.50、ここをね、超えまして、サポートが入った場合、陰線から要線になった場合は、ロングを取りつつ、逆に下方向で82.50割り込んでしまった場合は、その82.50の下側で要線、陰線、これを受けた場合に、レジスタンスを取っていく、レジスタンスを受けまして、 ショートを取っていく。えー、こういったところが必要になろうかと思いますので、えー、とにもかくもですね、82.50、この上側でサポート、平均足が陰線から要線に切り替わったところでロングを取っていくエリアというところを考えていただきます。下方向は82.50を割り込んだところは、こ、えー、この下側でね、えー、レジスタンスを受けたときにはショートを取っていくということで、えー、ロングのエリアは82.50の上側。 そして、ショートの方は、こちらは82.50の下側ということで、要線陰線、陽線陰線でショートの陰線要線でロング。そして、このね、上の方は83.25と下は81.50。まあ、このようなところでですね、利益確定を狙っていただく形でよろしいかと思います。で、5ドルの方は82.50。ここにスポットを当てていただければと思いますので、参考にしてください。 はい。えー、以上でね、5ドル円、そしてクロス円の4ペア4通貨の解説を終わりまして、えー、続きまして、ドルストレート3ペア3通貨の解説に入りましょう。ドルストレートはユーロドルから解説をしていきます。えー、ユーロドルね、ちょっとやばい状況になってきておりまして、えー、その心はですね、チャートの方を広げていただきますと、えー、このね、また1.13を切るかもというような形でね、えー、上値の圧力が重くなってきたというところがね、一、えー、つポイントでございます。 でこの1.13ですね、割り込んでしまいますと、この真空地帯が広がっておりますので、かなりね、下落スピードは速くなるというところが想定される。1.14でね、明確に過去のサポートがレジスタンスになってしまったということで、少しね、弱気目線。そして移動平均線24も上方向から下がってくるということなので、この1.13割り込んでしまいますと、少しね、危ないからと。 1 1, 年1年に、ね、一気に迫ってしまう可能性があるということで、週の初めはやはり、これは売り目線で攻めていった方がよろしいかと考えております。よって、チャートの縮尺変えていきますと、既にサインも出ておりますが、今後も移動平均線24ですね。こちらの方が上方向からかぶせてきますので、この移動平均線24を超えることなく、1時間足の平均足が要線から陰線。 このような形があれば、ショートを取っていく。そして1.13では、一旦はね、サポート入るかもしれませんが、それも移動平均線24超えることなくですね、落ちた場合には、これね、大きく下げる可能性がありますので、しっかりとここは、戻りが弱ければ上から叩く、戻り売りというところを意識する月曜日、火曜日にしていただければと思いますし、あとですね、大きく吹き上がって1.1350。 ここを超えた場合にはですね、優位性のあるトレードはできませんので、それ以降の動きを見ながら、また戦略を考え直すということで、まず1.1350。ここを超え,る超えてしまったら様子見をする。そして、戻りが弱ければ、移動平均線24、1.1350の下側で陽線陰線が出たところではショートを取っていく。 このような形でね、まずはユーロドルはよろしいかと思いますが、まあ、ウクライナ問題をね、え直に受ける通貨ペアでございますので、ストップロスはねえ、どうなるか分かりませんので、それは入れるようにしていただければと思いますええ。以上でね、ユーロドルの解説を終わりましてえ、続きまして、ポンドドルの解説に入っていきましょう。 はいえー、ポンドドルはね、えー、大きく見ますと、レンジ相場になっておりますが、まあ、大きめのね、レンジでございますので、その中でも小さなトレンドが出ているというね、えー、状況になっております。先ほどもね、ポンド円のクロス円でございますが、これもね、レンジ相場気味というお話をしましたけど、まあ、ポンドドルもね、えー、しっかりというところでございます。えー、ここもとね、えー、レンジのサポートということでは、加減ということでは1.35ですね、えー。ここの部分が硬くなっている。 過去にサポートが何度も入っているというところがありますし、あと上方向に関しては少し余裕を持ってね、1.3650。このね、えー、正確に行きますと1.3630付近なんですが、えー、ここに近づいてきますとレジスタンスが入るということでね、まあ、大きく見ますと、ここの150ピプス。まあ、正確に言えば、ね、130ピプスかなという、ね、レンジになっております。えー、そして上方向からね、注目をいただきますと、 えー、ダブルトップできてますよね。ダブルトップで、そして、えー、ネックラインがちょうど1.36ぐらい。この1.36で跳ね返されつつありますので、ちょっとね、このダブルトップのネックライン割れのレジスタンスという形で、一旦はね、下方向を見ていただければ、えー、このスタートはよろしいかなと考えております。よって、縮尺を戻していきますが、えー、こちら先ほど説明しました、ダブルトップ。 そして、ネックラインが1.36ででですすねねちょうど切り番でございますんで、ね、そしてこれ1回割ったところから終わり値付近でね反発したんですが、ここで戻っている、まあ、こうなればですねダブルトップのネックライン割れが完成ということで、一旦は1.3550、こちらや1.35までね場合によっては下げる可能性があるというパターンになっております。 よってですね、これから1.36、そして移動平均線24、これも下がってきますので、これらを超えることなくですね、要線から陰線になった場合はですね、このような形になった場合は、しっかりとショートを取りながら1.3550、そして1.35ですね、こういったところを目指す展開でショート狙いというところ、そして相場には絶対はございませんので、勢いよく、ね、1.36を超えてしまった場合ですね、 この場合には、見送りをしていただきながら、まあ、ダブルトップもね、もちろん万能ではございませんので、100%勝てるわけではございませんので、1.36を上回って、このダブルトップのネックラインを上回ったところですね。こうなった場合は、一旦は様子見をしていただく。これがよろしいかと思いますので、今回は戻りが弱ければ上から叩く。それは移動平均線や1.36の下側で要線陰線が起こったところ。 ここでね、しっかりショートを取りながら、利益を重ねていっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でね、ポンドドルの解説を終わりまして、最後にゴードルベイドルの解説で締めていきましょう。はいえー、ゴードルベイドルの方も、こちらね、チャートの方を広げていただきますと、 えー、レンジがね、一段階上がったというところでございますが、0.7225。ここの部分ではレジスタンスが強くなってくるということで、少しね、ダブルトップにも見えますが、一旦は、えー、この0.7225で跳ね返されてしまったという事実がありますので、ちょっとね、弱気目線でよろしいかと考えております。 えー、ポンドと同じようにね、えー、まずは0.7150、ここを目指す展開と、場合によってはね、この7150を下回ってしまった場合は0.71、えー、ここを目指す展開があろうかと思いますので、えー、とりあえずはね、この移動平均線の下側で、えー、これはショートを取っていく。このスタンスでよろしいかと思います。チャートの方、えー、戻していきましょう、えー。ということでね、移動平均線24、こちらの方はこれから下がってくる可能性が高いというところでございます。 0.7150、サポート入る可能性もありますが、これも移動平均線を上回るまではしっかりと戻り売りですね。ここでサポートが入っても戻りが弱ければ戻り売りというところ。こういったところでね、移動平均線24の下側で、要線から陰線、要線から陰線のタイミングでショートを取っていく。もちろんね、途中ではこのね、0.7150。 この下ヒゲのサポートがありますんで、ここでトレード転換、トレンド転換しちゃうかもしれませんが、その時はね、移動平均線を越えた時にはポジションは取らず、しっかりとこの移動平均線に抑えられて、陽線、陰線がその下側で続く限りは、しっかりショートを取っていく。一旦のめどは0.71ジャストでございますが、まあ、それに行くまでにですね、まあ、0.7150で一旦利確するというのもよろしいかと思いますが。 えこちらのレンジ、えー、0.7225がダブルトップ気味でね、えー、塞がれてしまったというところ。そしてネックラインを今割れるかどうかというところでね、戦っておりますので、えー、しっかりとね、えー、このあたり戻りが弱ければ上から叩く。このネックラインと移動平均線24。この下側でレジスタンスを食らった場合には、ショートを取って0.71。えー、ここを最終的なデイトレード目的としまして、ショートを取っていく。えー、このような考え方でよろしいかと思いますので、皆さんの相場感とともに参考にしてください。 はいえー、以上でね、えー、今回の、えー、先進国通過、えー、7ペア7通貨の解説を以上といたします、えー。最後までご視聴いただきましてありがとうございました、えー。この土曜日、日曜日にね、しっかりと戦略を立てまして、月曜日、火曜日のトレードポイントね、えー、参考にしつつ皆さんも、えー、しっかり戦略を立てて、えー、トレードをしていただければと思いますで、ね、よろしくお願いいたします。